皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。2月になりました。2月2日です。はい。今日は、ニュースが、こちらにありますので、これをお話します。まあ、これをお話ししますっていうか、永住権申請などに使う、移民局指定の英語のテストについての、広くお話を今日はしたいと思います。まあ、ニュース自体はですね、どういうニュースかというと、今、永住権とか、市民権もそうなんですけれども、の申請の時に使える移民局が認めている英語のテストというのは、皆さん、多くの方はご存知かなと思うんですけれども、IELTS、それから、セルピップ、この2つの、どちらかを、ジェネラルモジュールを受けてくださいよということになっているんですが、それに追加で PTE という、新しいテスト、こちらが移民局公認にのテストになりますよという予告のニュースです。で、すでにこのテストを運営している、会社っていうんですかね、機関が、ピアソンカナダっていうところなんですけど、こちらはもう、移民局の方で、認定が済みましたということです。で、このピアソンカナダは、この PTE という、英語のテストを運営しているんですよということなんですね。で、実際にこれが永住権、この PTE の、スコアが永住権申請などに使えるようになるのは2023年の後半ですっていうことなので、まあまあ2023年の後半って言ったら、まあもうすぐですよね、もうすぐ。あと数ヶ月の話ですね。で、というふうに、言っていて、これ以上の詳しいことはまだ発表になってないんですが、まあそういう予告がありました。なので、IELTS とかセルピップで、点数、高い点数、楽々取れてるよっていう人は、いいと思うんですけど、なかなか、まあ、点数が伸びなくて、伸び悩んでいる方っていうのも、私のお客様の中にもいらっしゃるし、うちのお客様じゃない方でもたくさんいらっしゃると思うんですね。で、そういう方が、他のチョイスとして、この PTE というテスト、これの方が受けやすいのかもしれない。どうなのかわかんないんですけどね、私も。なので、このテストを、点数の伸び悩んで伸び悩んでる方がもう一つのチョイスとして考慮できるようになればいいんじゃないかなと思います。そして、このテストの、ウェブサイト、ここからテストのウェブサイトに行けます。で、まあ、ここに書いて、どんなテストですっていうのが書いてあるんですけど、非常にテストの結果が出るのが早い。ようですっていうのと、あと、なんかオンラインのテストで家からも受けれるみたいな感じなんですけど、まあ、まだね、これ移民局仕様にのページになってないので、これで移民局でも使えるようになったら、このオンラインの、家からね、受けられるオンラインのテストが OK なのかダメなのか、ちょっとその辺の詳細が、ね、後から分かると思うんですけど、今のところ分かんないですけど。で、ということで、こういうテストらしいです。で、そうですね、IELTS と PTE の特徴の比較っていうのもここに出ていましたので、どう違うのっていうのですね、なんかテストの、日が多いよとかね、まあ、すごく早く結果が出るよとかね。そういうことがたくさん書いてありますので、まあ、ここ参考にしていただいて、あと点数の比較っていうのがちょっと気になるところなので、この点数の比較ですね。IELTS で、まあ、多くの方が目指すのがこの6.0っていうのを、まあ、まず IELTS で目指したりしますが、それが46という、こういう表記になっていますということで、こうなってるので、多分90点満点なんでしょうね、これね。うん。っていう感じです。はい。ということで、あんまり詳細がわからないので、
ですが、こちらのテストを、学校のね、入学の、リクワイアメントに、カレッジとかで、学校の入学の時に使い始めている学校もあるようなので、受けたことがある方っていらっしゃるのかな？と思うんですね。で、明日あたりにでも、弊社のツイッターで、これ受けたことある人、どんなテストでした？っていうのを、ちょっと聞いてみようか、投げかけてみようかなと思ってます。どれくらいね、これ、受けたことあるよ、こんなテストだったよっていうのを教えてくれる方がいらっしゃるのか、全然まだいらっしゃらないのか、その辺もちょっと興味深いなと思っております。そして現在の、移民局指定の、語学のテストっていうのを、ちょっと、ここで、おさらいをしてみたいと思います。はい。永住権申請に必要な語学検定のテスト。はい。英語については、この IELTS と CELPIP です。で、それぞれ、どう違うっていうのが、ここに書いてあるんですけど、後で修正しておきますね。セルピップ、日本で受験が最近できるようになりました。で、これずっとできなかったんですよ。去年までできなかったんですけど、去年の暮れくらいかな。セルピップ、日本でも受けることができるようになりました。ただ、あんまりまだ日が多くないかもしれないですね。なのですが、まあ、できるようになりました。そして、比較ですけれども、IELTS の方は、紙でも、受けることができるので、まあ、コンピューターベースのこのテストがあんまり得意じゃないよという方は、紙のテストが受けられるのは IELTS だけですよということですね。はい。そして、スピーキング、あ、じゃない、リスニングは、レコーディングされたものが、音声で流れるわけなんですけれども、そのリスニングのそのテープの、音声が、発音がイギリス英語と、北米英語がっていうことで違うので、これリスニングがあんまり得意じゃないよっていう人は、セルピップの方が、ちょっと聞きやすいのかもしれないですね。で、その他に違うところは、スピーキングが、IELTS は対面なんですよね。なので、面接みたいな感じで、対面に人に向かってはし、あの、お話しするんですけど、セルピップはコンピューターに向かって、録音するっていうタイプなので、スピーキングがあんまり得意じゃないよっていう方は、この IELTS の方が点数が稼げる。っていう、ところがあります。あと、これ奥の手なんですけど、今皆さんに奥の手言っちゃうんですけど、IELTS のこのスピーキングは、日本で受ける方がカナダで受けるより点数が取りやすいんですね。なんでかっていうと、これ人なんですよね。面接官に話すので、その面接官が、の印象で点数をつけるから、周りの人たちが、英語ができる人たちばっかりの、中で自分もテストを受けると、そんなに際立って見えないんですけど、日本で、あまり皆さんがスピーキングできないよという中で自分がスラスラっと喋ると結構印象点が高くなって、なんか点数が取りやすかったりするんですね。で、セルピップはもうコンピューターなのでそういうことはないです。そういう違いはないです。どこで受けても。だけど、ここはちょっと日本で受けると得かなって。だからスピーキングがあんまり得意じゃないよっていう人は、それがいいかなみたいな感じで、比較するとですね、どっちの方が簡単っていうことは、一概に言えないんですよ。どっちも同じはずなんです、レベルは。なんですけど、何が得意っていうので、何が不得意っていうのが、それぞれの方あると思うので、それによって、自分は、セルピップの方が、スコアが、取れたねとか、アイエルツの方が取れたねとか、人によって違うんだと思います。で、ここに、今年の後半になりましたら、もう一つのテストのことをここに、載せますので、まあ、どういう比較になるかね、ちょっと、わからないんですけども、まあ、情報が入り次第、ここに、掲載をしていきたいと思います。フランス語に至っては、
私はよくわからないん ですけど、フランス語受けたいなっていう方がいらっしゃったら、ちょっと、そういう方たちに、情報をいただきながら、このページもね、アップデートはしていきたいなというふうには思っています。はい。ということで、ちなみにですね、このページ、今、今日のニュースから飛びましたけど、英語のテストの情報っていうのはどこにあるかというと、うちのウェブサイトの左側の、ここら辺のインフォメーションっていうところに、いろいろ載ってる中に、語学検定というところがあります。ここから行くんですね。そうすると今のページになります。はい。ということで、あと、実はですね、昨日、おとといかな、ちょっとブログのページに上げたんですけど、アイラックという、一番カナダで大手の語学学校で、無料の IELTS のワークショップを、バンクーバーの校舎でやります。明日です。明日なのでちょっと急なんですけど、対面で、直接ね、先生がいらっしゃって、ワークショップをしてくださるそうです。高得点を取るコツや、どのような勉強法が必要かなど、教えてくれるそうですよ。なので、行ける方は明日の3時行っていただくと、いい情報が得られるんじゃないかなと思います。無料です。はい。ということで、今日は、語学検定関係のお話をしました。はい。ぜひぜひね、皆さんで、どんな、この新しいテストがどんなテストなのか、情報の共有をできるといいなと思ってます。ちょっとツイッターでやってみようかなと思っております。では、また皆さん来週、お目にかかりましょう。